今回の決算、総じて好調な結果となったというふうに考えております。単体の中間純利益は33億円増加の398億円、連結単体とも中間純利益は過去最高ということになりました。千葉銀行が発表した中間決算によりますと、本業の儲けを示すコア業務純益は532億円でした。貸出金残高が順調に推移したことや、日銀の追加利上げなどで貸出金利回りが上昇し、資金利益が増加したことが主な要因で、 M&A などの法人関連手数料やキャッシュレス決済の手数料などを含む役務取引等利益も増加しました。純利益は398億円で、中間期として4期連続で過去最高を更新しました。一方、京葉銀行の中間決算はコア業務純益が96億円で、純利益は82億円と中間期としては過去2番目を記録し、過去最高となった2014年9月以来10年ぶりに80億円を超えました。人件費や新しい勘定系システムの導入に向けた経費が増えましたが、国内の金利上昇で貸出金利息が増え、法人向けのサービスも好調でした。金利のある世界が始まった中での中間決算ということで、結果的には増益、そして情報修正、増配自社株買取という方向に舵を切れたと。千葉工業銀行はコア業務純益が60億円、純利益は50億円で、中間期として過去最高となりました。今般9月の末のところで情報修正をそもそも発表させてもらってますが、それをもまたちょっと上回りながら、当初の予想からすれば大幅に上回る利益水準で着手できたという、非常に私いい内容というか充実した決算できたなというふうに受け止めてます。